こんにちは、うさんくです。御朱印集めにハマっているんですけれども、御朱印もらうときって小銭が必要だったりしますよね。で、小銭がないときがあるので、こんなガマ口を御朱印とセットにして、で、ここに常に小銭を入れといて、御朱印もらうときに使うようにしたいなと思います。で、どうするかというと、このガマ口にこんなゴムを縫い付けて、お弁当の箱みたいにこうやって開かないようにゴムでをかけておきます。早速作っていきたいと思います。用意するものは、ガマ口の口金、布、表布、裏布で、カラーゴムで、ゴムとゴムの端をこうやって留めるのですが、縫い留めてもいいんですが、今回はこのゴムパッチンを使ってみようと思います。で、今度はここに布を貼り付ける際に使います。こちらのボンド、布と金属が貼り付くボンドです。こちらをお使いください。布を型紙通りに切って、この空き止まりまでぐるっと縫います。で、裏布の一部には返し口を取っておきます。こんな感じ。片方の中心にカラーゴムの中心を合わせて、で、縫い留めます。こんな感じに縫えたら、ゴムを折りたたんでおきます。で、中表に合わせて空き止まりまで縫います。ポイントは、先に表布の片面にゴムを縫い付けるだけです。で、ゴムを縫わないようにまとめて、で、ガマ口にの袋として仕立てていくというだけです。で、ガマ口の作り方は皆さんが作りやすいようで作ってください。で、仕立てていきます。裏布と表布を中表に重ねて、袋口を縫います。はい、両方縫えましたら表に返します。裏口のこの返し口から表に返していきます。こんな感じでできたら、あとはガマ口の口金をつけます。なんとかガマ口ができたら、ここを留めていきます。で、こちら針も糸もいらない簡単ゴムつなぎ、ゴムパッチンを使用します。これは手芸店で買ったんですけど、なんか前ダイソーとかでも見かけたことあります。で、必ずゴムの幅に合わせてください。付け方はこちら、くの字に巻けて、パチッとはまりました。反対側も取り付けます。じゃーん、できました。
箇所に縫い付けたのでちょっとグラグラしてしまうので2箇所ぐらいに縫い付けた方がいいかもしれません。皆さんもぜひ一度作ってみてください。